お前が責任を取るんだろ。威圧的な態度で俺はそう迫られた。懸命に仕事に取り組んできたのにこの仕打ちか。そして次の言葉で、だったら復讐してやろうと心に決めたのだ。俺は龍介、30歳の会社員だ。 IT 企業に勤めていて、主にゲーム開発をしている。俺はこの会社に17歳の時に入社した。というのも、俺は中卒なのだ。高校受験の時に風邪をこじらせ肺炎にまでなり、受験に失敗。二次募集にも間に合わず、中学浪人なんて考えられなかった俺は高校進学を諦めた。やることもなく暇だったのでアルバイトを始め、そこでパソコンが得意な先輩の話に興味を持ち、初めてのアルバイト代でパソコンを買った。アルバイトの時間以外は暇だったので、どんどんパソコンにのめり込む。そして、俺ならこういうゲームを作りたい。こうだったらもっと面白い。なんて考え始めるようになり、プログラミングを独学で学び、簡単なスマホゲームの開発もしていた。自分の考えたゲームが形になった時は嬉しくて、通信教育で学ぶようになる。その時に、たまたま求人を見た会社に面接に行った。面接をしてくれたのはそこの社長で、唐橋さんという当時40代の人だ。唐橋社長は、なぜ中卒なのか、なぜこの会社に面接に来たのかと聞き、俺は包み隠さず話した。するとしばらくして採用の通知が来た。後日、唐橋社長から、俺の素直さが気に入った、と言ってもらえたのだ。俺はここで働くことになり、いろいろな知識を吸収していった。小さな会社だったが、とあるスマホアプリが当たり、業績を伸ばし始める。そんな時、佐伯という唐橋社長と同年代の男性がやってきた。佐伯は高学歴のエリートらしく、俺が中卒だと知るとバカにしてくる。何度かくじけそうにはなったが、その度に唐橋社長が雇ってくれた恩を思い出し、思いとどまった。唐橋社長は、会社が大きくなってきた時に、自分に反発する人間も必要だと思い、この佐伯を入れたらしい。佐伯の仕事ぶりは納得できるものだったが、わざわざ自分に反発する人を入れるなんて、大人の世界は複雑だな、と思っていた。そんな会社に異変が起こったのは半年ほど前。上層部が独立しようとしたのだ。ただ独立するだけならよかったのだが、顧客データを抜き出したことが大問題に。そして、唐橋社長は責任を取って辞任することになった。唐橋社長は関係がなかったが、責任を取らないといけない立場なので、と俺にも話をしに来てくれた。社内はごたごたとしていたが、そんな中でも俺の開発したアプリが月5000万を売り上げる。有名な動画配信者が動画で紹介したらしく、一気にダウンロード数が増加したのだ。プロモーションの仕方次第で変わってくるということを身に染みて感じた出来事である。唐橋社長は俺に特別ボーナスを出してくれたのだが、それを最後に社長が交代した。二代目社長に就任したのは佐伯だ。売上が上がったのは唐橋社長が自由にアプリ開発をさせてくれていたおかげなのに、佐伯が二代目社長になったタイミングでダウンロード数が上がったので、売上のデータだけ見ると佐伯の功績にも見える。俺は複雑な気持ちだった。しかもこの状況に佐伯派だった部長は調子に乗り始めた。部長も高学歴らしく、佐伯と一緒に俺をバカにしてくるのだ。部長は、これは佐伯社長の手腕ですね。やっぱり社長になるべくしてなったんですよ。と、バカみたいなことを言う。それは違うと思ったが、部長も佐伯も、揃ってネチネチとした性格だから、
一度目をつけられるとめんどくさい。だから誰も指摘もせず、俺もなるべく関わらないようにしていた。そして次の戦略会議がやってくる。佐伯もさすがにダウンロード数が伸びたのは自分の功績ではないとわかっているようで、新しいアプリ開発に着手しようとした。これは俺の発案だ。と言って自信満々にパズルゲームの提案をする。それを見た社員一同は首をかしげた。使い古されたようなどこにでもあるパズルゲームだ。ゲームなんて時間つぶしだ。単純で簡単なものがいいし、これなら時間もかからず開発できるだろ？と得意げに佐伯は言う。一理あるのだが、これで今の売り上げを抜こうというのか。すると部長が佐伯を持ち上げる。社長の言う通りですよ。さすがです。盛り上がってるのは佐伯と部長だけだ。俺は佐伯に。何かのコラボや特殊な要素を入れるというのは検討されているんでしょうか？と聞いた。単純なゲームでもアニメのコラボや独自のキャラクターを作ることで話題になることはある。佐伯は有名なゆるキャラとのコラボができそうだというので、それならと俺たちも納得した。1ヶ月後から配信を開始するぞ。と佐伯は言う。コラボの案件があるなら1ヶ月というのはかなり厳しい。だが佐伯は焦っているのか。配信日変えない。それに間に合わせるのがプロの仕事だろ。と言った。完全に現場任せだ。そして部長が言った。お前プロジェクトリーダーな。この程度なら中卒のお前でもできるだろ。俺がプロジェクトリーダー？今は他のアプリ制作もしているのに、コラボ企業との打ち合わせもこれからで、1ヶ月後の配信なんて時間的に無理がある。拒否はしたが、決定事項だと言われると逆らえず、俺はプロジェクトリーダーの責任を負わされることになった。結局、佐伯の案が重要案件となり、他のアプリ開発を中断することになる。俺はすぐにコラボ企業の担当者へ連絡。すると、ありえない回答が来た。佐伯とは、業界のパーティーで名刺交換をしただけだという。それを佐伯に言ったのだが、それを口説き落とすのがお前の仕事だろ。すぐにできないのなら後からコラボ企画を入れ込んでもいい。とにかく配信をスタートさせろ、と言う。しかもコラボもなくなったこんな単純なゲームで月額料金を取るという。こける要素しか見当たらない。しかし佐伯は、大丈夫だ。前回みたいに動画配信で紹介すればいいんだろ。俺の息子が配信をやっているんだ。息子の動画の再生数が上がれば息子にも収益があるし、うちのダウンロード数も増えるってもんだろ。と言い出した。とはいえ、この息子は別に有名な配信者でも何でもない。それでも佐伯はこの企画を押し通した。お前責任重大だからな。と部長も言ってくる。一ヶ月後、アプリの配信は開始したが、ダウンロード数は予想通り一向に伸びない。部長には、どうなってるんだと怒鳴られたが、見えていた結果なので、どうもこうもないのである。コラボ企画の方も全く進んでいない。それに、佐伯の息子が動画配信をしたというが、その再生数は二桁だ。何の宣伝効果もない。動画再生数が二桁とか、どんだけ少ないんだよ。さらに一ヶ月が過ぎても状況は何も変わらなかった。すると俺は佐伯に呼び出される。社長室には佐伯と部長がいた。部長が口を開く。まったくダウンロード数が伸びていないじゃないか。当たり前でしょ、と言いたいのを我慢し、暇つぶしの単純なゲームという案はいいのですが、月額料金も高いし、暇つぶしに月額料金を払う人はなかなかいません。と正論をぶつける。
佐伯も部長も俺を睨んできた。面白くできなかったのはお前の腕が足りないからだろ。佐伯にそう言われ、俺はムッとする。そしてつい、どうにもできませんよと言ってしまった。俺は言われた通りに作っただけだ。俺に全権を任せてくれればもっと面白くする自信はある。コラボ企画が頓挫したので、独自のキャラクターを作成するとか、他の企画を考えるとか、俺は案を出したのだ。でも俺の提案は全て却下。それで売り上げを上げろなんてどうするんだよ。終わりのない論争に俺は疲弊した。すると佐伯が、どうにもできないというのならお前じゃなくてもいいんだと言い出した。プロジェクトリーダーを降ろされるのかと察する。佐伯は続けて、お前の代わりは腐るほどいると笑いながら言ってきた。そうですねと言いたいのを我慢していると、佐伯はニヤニヤしながら、お前の開発したアプリはたまたま利益を上げただけなのに、お前が会社の顔みたいな態度を取るなよと言ってくる。そんな態度取った覚えはないし、俺一人の功績だなんて思っちゃいない。ただ俺は急成長中のアプリというネット記事の特集でインタビューを受けたことがある。会社の顔みたいなというのは多分そのことを言っているのだろう。インタビューで唐橋社長にお世話になったエピソードを語ったら、それに対するネットの感想が好感触だったので、佐伯や部長はそれも気に入らないのだと思う。部長は、お前インタビューで中卒だって話してたよな、中卒が目立つと会社の恥なんだよと笑いながら言った。また学歴の話か。なんだかもうどうでもよくなってきた。そして佐伯は、このままじゃ赤字だ。お前が責任を取るんだろ？なんせプロジェクトリーダーなんだからな。と威圧的に迫ってくる。部長も、そうだな。お前はクビにしてやる。これからうちは高学歴のものしか入社させないようにしよう。と、ニヤニヤしながら言ってきた。俺はため息をついて、ご自由にどうぞ。と言い、自分のデスクに戻る。その時俺には復讐してやろうという思いが湧き上がったのだ。そもそも唐橋さんが辞任したのは、佐伯派の人間が顧客データを抜き出したからだ。それなのに唐橋さんを追い出して自分が社長の座に収まったのも気に入らない。俺は提出するように言われた退職届を速攻で記入して出してやった。部長はニヤニヤしながら受け取ったが、その顔を見ながら、俺がいなくなったらどうなるのか分かってるのか？と心の中で思ったのだ。翌週、俺は退職して久しぶりに一人旅に出た。行き先は自然が広がる観光地。机に向かいっぱなしで視野も狭くなっていたから、この場所はとても気持ちがいい。十分に自然を堪能しながら、その後、俺はとある場所に移動した。待ち合わせまではまだ時間がある。俺は目に入った名物のソフトクリームを思わず買ってしまった。ご当地のソフトクリームを食べていると、旅行を満喫している気分になる。しばらくすると、龍介くん！という声が響いた。そしてソフトクリームをかじる俺を見て、うまそうだな。俺も食べるわ。と売店に走ったのはあの唐橋さんだ。俺は退職した後、ずっと連絡を取っていなかった唐橋さんに連絡をした。連絡を取りたいとは思っていたけど、俺と連絡を取っていると周りにバレたら、君が会社に居づらくなるだろう。俺はここを辞めてどうするかまだ決まっていないし、君はまだこの会社で力を発揮できるはずだ。と、社長を辞任する唐橋さんに言われたのだ。だから連絡は取っていなかった。でも、どうしても困ったら連絡してくれて構わないから。
と言った唐橋さんを信じて、クビになった時に連絡をした。すると、唐橋さんは新しく会社を立ち上げていて、そこで働くかと提案をしてくれたのだ。家賃の高い都会に事務所を構えなくても、十分に仕事ができると考え、都会から離れた、この自然豊かな場所に事務所を構えたという。俺は、今まで住んでいた土地に何の未練もなかったし、移住して唐橋さんの事務所で働くことに決めた。するとその時、俺のスマホの着信音が鳴り響く。反射的に電話に出てしまうと部長だった。俺は電話に出たことを後悔した。部長はいきなり怒鳴りつけてくる。今どこにいるんだ？お前の担当のアプリ、アップデートの予定だろ？更新ができなくてこのままではうちに損害が出る。早く何とかしろ！部長の大声は、唐橋さんにも聞こえていたようで、俺たちは顔を見合わせてため息をつく。俺は、どうして辞めた会社の面倒を見なければならないんですか？そんなの勝手にやってくださいよ。と返した。すると次に話し始めたのは部長ではなく佐伯だった。君は本当に責任感がないな。だから中卒は嫌なんだよ。またか。想定内の返しに俺は思わず笑った。責任を取れと辞めさせたのに、責任感がないってどういうことですか？と言うと佐伯は黙る。それにエリートばかりなら中卒がやっていた仕事くらいなんとかなるでしょう。中卒に頼るなんて恥ずかしいですよね。俺は嫌味たっぷりにそう言うと、唐橋さんは横でうなずきながら声をこらえて笑った。俺は今までの恨みをぶちまける。あんたみたいなのが社長の会社、辞めて正解ですよ。これから伸びる気配が微塵もありませんからね。あんたの会社は衰退していくだけですよ。佐伯は低い声で、なんだと？と言う。俺みたいな中卒の意見は全く聞かず、責任だけ負わせるなんてとんでもない社長ですね。しかも大した案も出せないのに自信満々だし、ろくに再生数も伸びない動画配信者を当てにするし、完全に戦略ミスでしょ。経費と時間をかけないというのは賛成ですが、利益に結びつかなければ意味がありませんね。俺が言うとスピーカーにしたのか、電話越しに部長の怒鳴り声が響いてきた。中卒のくせに偉そうな口を聞くんじゃない！俺も電話をスピーカーにして、じゃあその中卒に頼らないでくださいよ。と言うと、隣で唐橋さんがこらえきれなくなって吹き出した。佐伯は、おい、誰かいるのか？と慌てた声で言ってくる。俺は、ああ、前社長の唐橋さんです。と言うと、唐橋さんが口を開く。お久しぶりです。涼介くんをクビにしたんですって？彼のような優秀な人間をよくクビにしましたね。まあ、そのおかげで、俺が立ち上げた会社に来てくれたので、こっちとしては助かりますけど。佐伯は強がったような声で、はっ、辞任に追いやられたような奴が立ち上げた会社、すぐに潰れるだろう。と言うと、唐橋さんは笑った。その言葉、そっくりそのままお返ししますね。俺もそれに続いて、そういうわけなので、もしデータの修正など、エリートの皆さんで手に負えなければ、外注という形で、中卒の俺に依頼をしてもらって構いません。プライドが許せば、ですけどね。それ以外の連絡は受け付けませんので。と言い、電話を切る。その後、俺のスマホにも着信はなかったし、唐橋さんの会社宛てにも、外注の連絡はなかった。さすがにあそこまで言われて、プライドが許さなかったのだろう。そして、アプリのアップデートはされなくなり、ユーザーの口コミも最悪に。あの会社は人材もギリギリだったし、誰も手が回らなかったのだろう。サービス終了に追い込まれたようで、気がついたら会社は倒産していた。
転職した元同僚に聞いた話だと、どこから連れてきたのか、自称エリートのエンジニアが来たが、会社の金を持ち逃げしたらしく、佐伯と部長がその責任を押し付け合う事態になったそうだ。同僚たちも次々に退職し、会社は倒産したという。ざまあみろ。俺は唐橋さんの会社で新しく作ったアプリがヒットした。その理由としては、アプリのために作ったゆるキャラがネットで話題になり、アプリの人気につながったからだ。しかも、ゆるキャラがぬいぐるみなどのグッズになり、利益も上々。俺は次のアプリ開発に意欲を燃やしている。